まあ、ギャロップがね、ザ・セカンド優勝したということで、うん、まあ、林は同期ということで、はい、すごいおめでとうということで、そのギャロップおめでとう企画みたいな、勝手に、まあ、ギャロップはあんま望んでないかもわからんけど、ちょっとこっちで勝手にやらせてもらいたいなと思って、やっぱり多分もう今すでに大忙しやんか、忙しいよ、なんで、林の髪の毛を1日も休んでへんらしいから、ああやっぱりそれはね、うん、林の髪の毛を生やしてあげようというか、決めてあげようというか、髪型を、うん、髪型、多分生えてくると思うね優勝したから、うん、なんとかせなって気持ちでテレビ出るから言って、うん、ダイアンの You and Chip ハモれてた、完璧ハモれ、ほんまなんとかなれっていう思いから多分生えてくると思うから、それをちょっと林はね、今はだからこういうね、今の林だ、これをちょっとどういう、例えばこうなったりとかいけるん、なんか似合ってしっくりは来てるだろ、いやなんか大昔のホストみたいなそれおかしいよ、なんか毛が、じゃじゃじゃもうちょっと下にできるちょっと頭頂部が頭頂部がだいぶ上がってはいるよね、もうちょっとだけ下にしてほしいな、こういう感じよこれだからちょっとほんまのおしゃれな人のやつちゃう、そうやな、うん、あでもいいやん、かわいいやん、頭長すぎんねんさここからここ、こんなもんぐらい確かにな、でもまあ、どう、でも林やもん、顔がやっぱ林なんやわ、いやでも顔はもうその変えようないからねあ、ちょっと韓国風やわ、韓国アイドル風やわ、これ、うん、林意外とそういうの似合うかもしれんな、あでも可愛い、あ、なんか悪くなく、うん、なんか可愛い、可愛いあ、でもほんまにええんちゃう、あこれええやん、これほんまになんか自然、あこれええやん、これほんまにええやん、うん、似合ってる似合ってる、うん、ええやんこれ、今これね、うん、1位な、うん、あ、お、ちょっとな、ちゃう、ちょっとハゲやねえらいもんでちょっとハゲよこれ分からんやろ、ハゲてんのハゲてんの分からんやろハゲてんの分からんけど、いやこっちめくったらハゲてそうやここな、ここをめくったらここハゲてるすごいハゲてる感じ、やっぱ隠せてないやん、ハゲが、あ、これええんちゃうあ、あ、なんかめっちゃ、この時期あったんちゃう、兄さんにさ、いい声でどうでもよなったいやいや、あ、でもほんまにたまにええのあるわちょっと開けてるめくったら開けてんねんって、全部それ系はめくったらめくったらハゲてんねん、ずっとそれがな、ハゲなんかは知らんけどめくったらハゲてんの選ぶ、単発の方が似合ってると思う、あでもこれどう、いや、いいっすね、いいよね大変よ、今から林が生えてきたとしても、うん、伸びてパーマ当てていったら6年計画やでああまあまあそれはな、まだな、これはもうハゲてないよね、そうですね、まあまあ上げてるし、ちょっとな、まあ、うん、上げてこれやから、あ、ええんちゃう、ああ、うん、あ、単発の、ああ、ええ、ええやん、ええやん、どこがええねん、全部浮いてんねん、ええ、あ、これええやん、それええやん、これこそ大ハゲやで、ちょっと岡崎体育みたいな、岡崎体育に見えへん。あ、うん、見える、めっちゃ岡崎体育って林の顔ないな、 BTS やどこかBTS も分からない、 BTS のファンの変なやつBTS もやつ、 BTS にも認知されてる変なやつまたあいつはあでもいいわ、やっぱりちょっとこれ系似合うんかも、そう、短髪が似合う、このマッシュルーム系、うん、
だ韓国系、うん、あビッグバンやG ドラゴンどこがいいのドラゴン顔ドラゴン顔ドラゴン K ドラゴンもうあ俺それぐらいがいいと思うわ、いいな、うん、ね、右今の先の戻してマネージャーさん次さん次そ右のとこどうなってるのずらがすごすぎん言うよそれずらいえカメラがちょっと浮いてもって浮いてもってもうちょっともうちょっと下げてくれここだけ空洞になってんだもうちょっと下げてくれだからと思ったけどここだけバックがバックが見えてんもうちょっとそれ下げてくれあまあなそれもすごいくめく今の透けてもって林の奥が見えてんの毛利さんがそこから見えんねんでもやっぱマッシュ系がマッシュ系いいよねミディアムそうやなでもほんまになマッシュの方が似合うわそれ系あ今のよかったやんこれええんちゃう似合ってますねどこがええ取ってつけてるああだから意外とちょっとこれぐらいのが似合うあーあーこれいいやんあーいいやんいいやいいや毛多すぎあれ毛さ毛北王子金北王子金隙間巻いてさっきの毛量すごかったのおもろいな俺その前のさ茶髪でさすごい多かったやつこれか毛多すぎ毛が多すぎいいやん全部あなんかちょっと前のねジャニーズみたいなあ確かにおるかこんな顔のやつがこんなチビでハゲてさ何でもええもんこのおハゲジャニーズや無理やねんこうなんのなあでも命を引き換えの薬じゃないとええやんでも林はだから分かった意外と韓国系やわ韓流ちょっとほんまに確かにそうですね林が韓流系の髪型してでどうすんどんだけかかんねん今から伸ばして薬開発されてなあでも意外となんかねそれはちょっと似合ってるわ、うん、BTS どこが BTS やねん強烈な追っかけやねんだから BTS ちょっとこういうのがでも分かっただけだから林ちょっとこういうの目指してこっち系やったら結構しっくりくる可能性が高いそうやな、うん、ちょっと染めてそうそうだからまあいきなりちょっ と, なと毛髪に悪いことするけどさせっかく入ってきたり急に毛染めたりとかそうやな、うん、せっかく入ってきたのだからこれ多分いいと思う林ちょっとよかったら俺らからのプレゼント見つけてあげた優勝のお祝い俺らお祝いお祝い林のお似合いの髪型見つけるこれやな、うん、これ間違いない林これ人気出るめちゃくちゃ人気出るもん、うん、登録者数が100万人いきますよねよっしゃ